いやいや、どうせ決まってるでしょ。まあ、決まってますよね、大体。ここまで来ていきなりキャラを変えるってことはなかなかないと思いますけど。まあそうですよね。で、カメメさんが優勝すると、はい、前回の TAT のチーム、はい、以来なんでチーム2連覇ということになりますね。おー、なるほど。そっか、あの人なんか前回あれ以来もうチームやってないのか。そうそう、だってそんな経つんだ。カメメさんなんかこうチームキャリーしてもらいましたみたいなことになってるけど、いやあの人がうまいんだよと思って。なんだかんだ。さあ開幕出ていくのはやはりルカリオ。さあスピンで回って、まあ、ソニックはまあぐるぐる回ってちょくちょく火力を取ると言いつつ、この人のちょくちょくがね、ワンコンボえぐいっていうわけわかんない。痛い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 ですね。さあ、まあルカリオが殴られることはまあ致し方なし、むしろまあルカリオはしっかり、あの殴られたぐらいの方がちょうどいいんです。おっと、あんたこれは復帰ミスしてましたね。ここでこの1ストック相当きついですね。さあルカリオがもう 100% 溜まってるんですよ。ただこれは別に痛いわけじゃないんですよ。そうなんですね。あ、これまでここからがまあソキバスをどんどん狙いますからね。先ほど結構後ろで見てたんですけど、もう危ない。今の空上当たってったらアワヤですよ。あ、おっと空中上、これでゼロサムの空上ってこんな飛ぶんだっけ。まあしかし飛びますよ、やっぱ空上。しかしですよ、ルカリオ1スト失ったわけですよ。まあまだまだ元気というか、あの点差通算側からしたらまあいい展開ではないですね。やはりできるだけルカリオはスピンをダメージ触ったまま残ってきた。おっとシークが復帰阻止に空中後ろが当たらない。当たっていたら、まあケンさんのやることはもうここはストックをひたすらひたすら保持することですね。ひたすら保持すること。そして空中ニュートラル。まあ、おっとしっかりベクヘンしている。いやー。撃墜していけば全然いいんで。もうダメな音が聞こえる。まあ大げさだし、ソニックがエキストで、まあルカリオゴスト使いの勢いでも全然。そうなんですよ。僕の展開持っていけるんで。おっと超魚で追っている。おこれ。おっとこれは。いやー。行った。運んだ。しかし、ケンさんのソニックが3スト残ってるんで、まあ、スーさんのルカリオ、今、ね、100ぐらいのハード補正乗ってることになりますね。いやおっと飛びすぎ。あ、いや、ダメな音してる、ダメな音してる。ハード音がやばかったですよ、もうダメな音してる。うわー、シークが壊すった。空中上が飛びすぎ問題。俺がチームのルカリオですね。そしてケンさんはしっかり外で時間を使ってストック確保と。さあ、いやー、ダメ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 な音してる。いやー、チェーンソーみたいな音してますね。ウィーンっつってストックを削る音しかしてない。おっと、これは上様が逆にルカリオに当たってしまった。まあしかし、まあ必要経費という。ただケンさんのソニックがまだ2ストックあるんで、あっとここからまた投げ連が始まってしまうのか。ジャックでしっかり見ている。さあルカリオが怖い。まあソニックはもうこれあとはもうルカリオにお任せして、まあ暴れてくれよと。いや、ディエの音じゃないんだけど、あの音。いや、飛びすぎ。この展開だと、まあ、シーク2対2でも立ち回れるんですけどね。あの、そうなんですけど、まあ、火力的にきついところ。おっと、しっかり受け身は取っている。ニエトノさん、崖でひたすら頑張ってますね。あ、おっと、前回バッサリしちゃった。しかし、まだ2対1、まだ2対1ですからね。さあ、ここで先を張るのはソニック。ここから一度掴んでしまえばまた投げ連が始まるということで、空中上が当たっていれば撃墜したんじゃないか。バーストしたんじゃないですかね、今のは。あー、上様
レースマッシュ。しっかり合わせている。いやー、開幕チョコさんの復帰ミスが ミスもありましたね。痛かったですね。まあ、その後でも展開ちゃんと盛り返しては来てましたけどね。そうですね。CPU7 体で練習してたからと書いてやっぱ見てる、やっぱ見てる、見てますね。ね、ディディに対してガノンで掛け待ち、これまあぜひともね、ニエトノさんのチャンネルに行きましょう。カルピス薄そう、うん、頼みますよ、だってさあ、選ばれたのはスマムラ、スマムラですね。まあ、ルカリオのダメージ受けたらもう一緒だろうっていうことで運びやすいスマムラっていうことなんですかね。まあ、ルカリオ、まあ、当たったらもうコナミ人ですからね。ゼロサムは運び強いんで、まあ、ソーキバースト、ウンヌもそうなんですけど、まあ、立ち回り的に見えますよね、これは。でスマムラだと横縦すべて狭いんでね、はい、まあ、シークも運んでいけると、まあ、なかなかそのなんていうんですかね、まあ、長生きっていうのは難しくなりますよね。そうですね。まあもうこんな、あっと、ケイサンソニックがちょっと見せてしまいましたね、これは。しかしまあルカリオがねまだ元気なんで、まあ何か当たれば、おっとトランポリンから、あとは長魚当てていって撃墜。なんかまあさっきはソニックが先に、まあ、撃墜される展開になってしまうと、まあ、ルカリオの波動をちょっと活かしづらい展開にもなってしまうので、そうですね、やっぱ初手であのミスをしてしまうと結構きつくなってしまいますね。まあ、相手のストックが3なんでホールドしている。は貪欲でしたね。あっと空中へ、これは痛い。まあ当たれば正義ですから、そもそも。そうなんですよね。逆に普段振ってないからこそ当たるもんなんですよね、相手って。普段から振ってるような気もするけどどうでしたっけ普段から空ごと空上と、あと、まあ、波動上様。あーちょっと待って、今ダメな音したよ。ちょっと今そろそろ来ますね。そろ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 ですね。そうですね、シークが今3層残ってるね。シークとのストックさ、あーっと飛びすぎ、あれで撃墜するんですか。神速が、神速がマジで神速してましたね。あーまだまだダメな音してる。あーやばい、バーストする復帰技ですよもう1個の配信はシングルスやってますね。やってますかね、はい、あれ海外向けですかね。海外向けっぽいですね。こっちはまあチームまだ残っているんで、ね、チームをちょっとこっちにしていきます。ゼロサム今69%でしたっけ。何番からいきましたよ。ダメだってやはりわからない。そりゃそりゃエイムさんがうなだれるよおっとこれは、いや帰ってこれるよ。あーっと下行き過ぎてしまった。しかしまあ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 、まだまだシークが2ストあるんで、はい、そこのストック差でまだルカリオは元気になれると。ここでゼロサムを先に落とせると相当でかいですね。そうですね。それに対して徹底してシークが前に出ると、合わせがうまい、素晴らしい。今けん、おっとジャックで止めた。あ、おっとこれは下に行く、下に行く、回避を読んでいる。おっと長距離が当たらず、しかし空中しろ、まあ、撃墜。空中上でしっかりバースしてましたね。でこれで 1-1 ですね。 1-1 なかなかこれどっちもありますよ。さあどうですかね、まあ、強いて言うのであれば、まあ、ステージ選択権あるケンさん、ツーさんのチームはどこを選ぶんでくるかにもよりますけど。そうなんですよね、まあ、ただゼロサムのシークもどのスイーも強いですからね、正直、まあ、ルカリオの破壊力考えると、じゃあ波動補正溜まってるし戦場とかって言ってたら終点選んじゃったね。適当なこと言うんじゃない。戦場なんだかんだそれルカリオも残れるってことですからね。そうなんですよ、だから難しいんですよこのチームっていうゲームは。ルカリオが残ればそれだけ自分たちの命が危なくなると。
まあ、イエチョコチームは徹底して、はい、ソニックを外に、おっとしっかり打ちに刺してる。外だったら、まあ、メテオにはならないですけど、まあ、でも結構危ないところではありましたね。そうですね。おっとスタスマッシュに対して横強を当ててまた何か企んでましたね。さあルカリオやおっと反応が早い。さあ、また心速が悪いことしてますね。あー痛い。あこれもうまだいきますよ。バスト行きますよ多分。これシーク危ないですよ。あと撃墜していく。撃墜されしまうとシーク危ないと言ったところを危なくないよと。おっとロッまあ、ルカリオが、まあ、ストック削れるのはまあ別にいいんでね。しょうがないですね。まあ、そろそろやばいんじゃないですか。まあ、集中しろとかもらうとやばいですよ。はい、村町とかみたいにさっき台で連携取って、まあ、着地して首とか繋いでたのは、まあ、ちょっとできなくなりましたけど、まあ、ただ飼育自体上に運ぶ技って多いですよね。飼育の後ろ回避が優秀。上に運ぶ、あーっと上でバーストしましたね。上に運ばず多いと、まあ、ゼロサムダーカーしたら非常にバーストを狙いやすくていいですよね。これは前投げ飛びすぎ。口上ハドラ怖い。でかくない？でかいですね。いやーダメだ。音がやばい。ただこのパーセントゼロサムがほかほか乗ってるんで下手したら、あー後ろ投げあるんですよ、ね、もうこのパーセントになるとどこから何を投げても撃墜すると迅速当てにいってますね。そうですね、まあ、バーストができますからね。あー、空中へ。これ怖いぞ怖いぞ。おっと、ニエトノさんこれ相当集中力いりますね。あ、でもこのパーセントでのバーストだったらまだ全然だと思うんですけど、これ逆にチョップさんがバーストされるあれになっちゃうとちょっとまずいです、ね、怖いですね。あっあっいったー、30何パーだったよ。いったそばからやっちゃいましたね。38パーぐらいやったから今どれぐらいから今いってましたね。横スマソニックもろともまあ打っちゃえみたいな。まあでもこれでストックは5分ですからね。ストックは5分ですけど、ルカリオが、あこれは撃墜。これで一気にさあちょっとニエチョコの有利な展開に、ね、さあここは早くルカリオを削りたいが焦って攻めてしまうとルカリオに壊されてしまうという。お時給のカードが決勝になったら我らが実況生アトさんとオムナオトさんが入ってくれるということで、まあ、僕らの、ね、実況なんて、まあ、まだまだ甘いよと。まあ、このレベル高い試合を、ね、はい、実況させてもらえるだけでも相当なものなんでね。さあこれ、いやーやばい逆にこれやばい。ウルサムもシークもこれバースされたらもうやばいです、ね、やばいですね。なんだかんだ言ってゴムになるんですよね。これそうなんですよね。おっと上から復帰。飛びすぎ。さあどうだね。これチョコさんゼロサムがバースされるとやばいぞ。おっといやー怖いさっき0.38%でバスされてますから。そうなんですよ。もうそれぐらいでバスされるのもされますからね。はめられるともうやばいです。あとやばいですよ。あと、いや怖い。撃墜していく。ラストさあ、ルカリオだけになっちまった。これは通算勝ったら、おー空中しろ。まだ残る、まだ残る。怖い。158% のルカリオとか絶対相手したくない。ポケモンでいう気合いの始まってます。あー激墜、空中しろ当てていく。さあということで、決勝
下川決勝は、これ終わりましたね。ニエチョコ対カメメ、そしてグランドファイナルですかね。はい、というわけで実況を交代します。ヘイトのサンチョコさん、ここで実況の方を変わりたいと思います。